はい。それでは本日はニュージーランド在住でヘルスコーチとしてご活躍をされております。夏子さんにインタビューをさせていただきたいと思います。はい。では夏子さん、お願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。ニュージーランドでヘルスコーチとして活動しております。ウィットモアです。はい。ありがとうございます。はい。えー、それではですね、えー、まず、えー、最初の質問からさせていただければと思います。 夏子さんは今、どのような夢やビジョンを持って活,活動されているか、お伺いいできたらと思います、はい、私はですね大きな夢がありまして、現在のですね、まあ、食生活のうんなんていうんですかね、栄養のことであるとか、食べ方のことであるとか、うん、制限してしまって体調を崩していらっしゃるとか、体力がなくて疲弊している女性とか、えー、そういった、ね、女性たちを元気にした。 日本に住んでいる日本人女性たちを元気にしたい、そういった思いを持って活動しております。はい、ありがとうございます。はい、それでは、えー、それを具現化するために、どんな目標や計画を立てていらっしゃるか、お聞かせいただければと思います。うん、はい、私がヘルスコーチとして活動し始めたのが、だいたい2020年の2月ぐらいからなんですね。 インスタグラムっていう SNS から食事の投稿を始めました。そして私が始めた食事法っていうのが、エトジェニックダイエットと呼ばれる、欧米で、えー、アメリカ、カナダで,です、ね、爆発的なブームをしたエトジェニックダイエットという、低糖質、中タンパク、高脂質な食事法を始めたんですね。そしたらもう、みるみる私の方が元気になって、やる気がモチベーションが 毎日楽ししくてしょうがなくななってきたんですね、うん、なのでそれを世の中に伝えていたこれは罪だと思うようになりまして、うん、そしてその栄養法栄養学であるとか私が体験してきた感覚であるとか実際にどんなものを食べてどんなバランスで食事をしてきたのかということを投稿して発信するようになりました。 そのうち共感してくださる方が増えて、もっと知りたいという方のためにですねあの、どん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 セミナーをしていったり、個人セッションをしていったり、体質改善の伴奏をしていったりということをするようになりました。はい、なのであの、今後もですね、まあ、それを広めていきたいなというふうに思って、でさらに体質改善していった女性たちが、もっともっとこの夏子さんの栄養法が広がったら、 もっと救われる人が増えるっていうお声をいただきましてそれではこの栄養学を広めてヘルスコーチを育成していこうじゃないかっていうことでコーチのの育成の長期講座を現へ、うん、えー、すごいあのご自身の変化の発信というか発信がきっかけでどんどん広がっていったんだなっていうのをお伺いしてはい。 そうなんです。本当にあの、コツコツとね、この栄養法で自分がどういうふうに変わったのかっていうことを、まあ、自分の記録としてもつ、うん、けていこうということで始めたんですよね、SNS を、うんあ。そうなんですね。ああ最初はじゃあ、記録用として始められていたのが、うん、共感する方がどんどん増えていったと。 その自分がやっていることを伝えていくことによって、はい、興味持ってやってみたら本当に体調良くなったっていう方が増えるといいなと思っていたんですよね。ああ、なるほど。うん、いや、すごいですね。でも本当に求められていたものだったんだろうなっていうのを、はい、聞いてて思いました。はい。うんありがとうございます。はい。 では、続いいいての質問に行きたいと思いますでは、えー、その目標や計画に対してど、どんな、えー、今、活動指針や、えー、どのような基本活動をされているか、聞かせいいただければと思います、はい、具体的には、まあ、この2年ぐらいですね、放置養成講座というものを開講しまして、1回10か月の長期の講座になるんですね。 そして、えー、各10ヶ月の間で学ぶことはの、根本的に正しい栄養学ですね、体の仕組みに沿った栄養学。でどんなバランスで食べると細胞が喜ぶのか,とか、どんなバランスで食べるとエネルギーが底上げされるのか,とか。 そういったことを本当に科学的根拠に基づいて栄養学をお伝えしています。一般的な栄養学とはちょっと違いまして、私はニュージーランドに住んでいて、海外の文献に精通しているということがありまして、国際的な文献に文献を読んだり、そこで学んだり、そして発信しているお医者様とか専門家の方々の知識をですね、学んだ上で、今度は 日本の方々の食文化にそれをどういうふうにつな、うん、げていくかっていうことですね。だからなので日本の、えー、情報そして海外の情報をこう掛け合わせてそれを私なりの知見私なりの経験をさらにブレンドさせる形で栄養学として ALS 指定医療学というものを作りましてそれを学べるようになっていますさらにその中で、まあ、コーチとしてエルスコーチというのは人の健康を導いていくお仕事なので導き方ですねコーチとしての導き方、えー、聞き方経調の仕方ですねとかあとは質問の仕方とかコーチとしてのあり方 そういった本質的なところもお伝えしている講座になっています。さらにですけど、すごく盛りだくさんなんですが、マーケティングを伝えているんですね。あのー、ただの知識や資格講座ってすごくたくさんあるんです。ただ、その知識や資格を使って実際に収入につなげている女性がどれくらいっていうところに私はすごく着目をしていて。なので、最近では資格ジプシーとか。 ね、ー座ジプシーとかっていう言葉もあるぐらいなんですけれどもやっぱりですね実際に知識を自分のものにしてそれを他者に貢献したり社会に貢献したりすることができてこそ本当に価値があると思うんですよねなので私は知識を学ぶそしてコーチとしてのあり方や えー、成功の仕方ですね、コーチとしてお客様を成功に導けるような、導きができるようなコーチングの本質、そしてさらにコーチとして活躍するためのマーケティングやビジネスの本質も教えている。なので、10ヶ月もかかるんですよね。うんなので、私、今回、えー、2023年の1月から4期生が17名スタートするんですけれども、はい。 そのようなあの本当に正しい本質的な栄養学、そして生き方、食べ方、あり方ですねを伝えてい,くいけるようなヘルスコーチの方々を増やしていくことによって、もっともっとたくさんの方が食事で迷子になったり、健康の迷子になったりしないで楽しくエネルギッシュに人生を生きられるという、そういうふうに思っております。すごいなんか 盛りだくさんでしたけど、なんか一つ一つ大事で魅力的なことをされてるんだなと思いました。いやなんかその学ばれる方はどういった方が多くいらっしゃるんですか学ばれる方はもうもちろん女性に私は特化していて、まあ、なぜか女性って本当にマルチタスクを抱えていて、忙しいんですよね。うん、で、諦めたり。 結婚のタイミングで引っ越しがあったり、ご主人の都合で転勤したり中、海外駐在になっ妊娠、出産のために、アリアを諦めたりということですごく大変なんですね。で、両親が高齢になってくると、今度介護が入ったりとかで、そうするとそちらのお世話で、てこまいになっ自分のために時間を過ごしてこなかったっていうような方とか、うん、あとはお子さんの、お子さんとの時間を犠牲にせずに、でもやっぱり働きたいっていう女性。 が時間のフレキシビリティですねか。働く場所のフレキシビリティがあると、もっと働きやすいわけなんですよね、うん。なので、そういった意味で働く場所の自由とか、働く時間帯を自分の都合に合わせて働けるとか、うん、それでじょ、えー、子供との時間を犠牲にしないとか、疲弊しない働き方を模索しているとか、そういった方が多いですね。ああ、なるほど。 いやね、本当に今大変な女性ですごくやっぱ大変な方にとってすごくなんかあのつながりやすいというか健康とかそういうビジネスっていうのがつながってその方自体もすごく生き生きされていくようななんか内容だなと聞いてて思いましたそうなんですもう私は講座生産がまず元気になることまず人生にワクワクすることご本人たちが体現していただいてこそ スタイルとに説得力が増すんですよね。うん、なので、まずは自分たちが健康になって、正しい食事とか、あとはそのライフスタイルに合わせて食事を調整するマインドセットの部分のスキルとかですね。そういったところもお伝えしながら、皆さんが人生を楽しんで、状態をまずお作りしたいなと思って。そこからのスキルであったりとか、キャリアであったりとか。 っていうところをね、伴奏させていただいています。えー、すごい。なんかあの、やっぱ講座を10ヶ月もかけてやるって、かなりいろいろと、こう、大変な部分もあったかと思うんですけれども、もともとそういったことがおと、なんか得意でいらっしゃって、されてたんですかなんかさ、ね、記とか。はい。あのー、そこが多分、ミソなんだと思うんですけど、私もゼロなで、はい。 私、えー、本当に3回妊娠出産を繰り返し国際結婚しているので国を変え場所を土地を変え、うん、それでキャリアがずっと十何年もない状態からでも私は何かしたい何者かにな,なりたいっていうかその誰かの役に立ち、うん、そう有名になるとかっていうことよりも。 私もっっっと何かでできるっててうのは思ってたんですねで。十何年も子育てし、夫のため、子供のため、家族の幸せのためにっていうふうなことで、自分をこう説得していた感が多分あったと思うんですけれども、いや、そうじゃなくて、できることあるし、もっと役に立てるし、もっと自分の存在価値が認められるような生き方をしたいって思って、そこから本当にゼロで、キャリアはない状態で。 発信を始めてそこからお声が集まってあ本当に伝えたことが実践された方々人生変わっていってるなっていうの目の当たりにしていくとこれは本当に広めていかないと罪だなっていうことを感じてですね本当に突き動かされるようにとにかく目の前のことをやっていったんですよね<れ>、うん、すごいですねゼロから。 こ,こまで、えー、独自で体系化までされるってすごいなと。うんはい、本当に色から自分の信念、自分が感じたこと、これだったら人の役に立てるって思ったこと。なのでいろんな栄養学ってね、ありますしいろんな方々がいいと思っている。 音こ、ね、を発信されていて、それはそれで会う方もいらっしゃると思うけれども、まあ、私のやり方でうまくいく方もたくさんいらっしゃるということが、この3年ぐらい活動している中で分かったので、うん、はい、やっぱりありが形で広めていけたらいいなと思ってます。あ,はい、ありがとうございます、はい、では、えー、続いての質問に行きたいと思います。 はいでは、えー、そもそもその夢やビジョンを持ったきっかけは、えー、何でしょうか、そこにはどんな発見や出会いがあったのかをお聞かせいただければと思います。はいこれも明確にありまして、2018年の頭にですね、えー、この食事法を私、始めたんですねで。そのきっかけが何だったかっていうと、母が脳腫瘍を患って、で当時、私、海外にいたんですけれども、3人目がまだ1歳。 という状態でそれで母が脳腫瘍になって即刻手術ということになりましてでその前から数ヶ月ずっと体調が悪かったんですねうんですごく心配していて、まあ、原因が不明で,でやはりちょっともうとても起きれないっていう状態が何日も続いてしまうそれでようやく精密検査で分かったっていうところなんですねで面白いのがあの母はその20年前に あの乳がんをやっていて手術してるんですね。で病理検査の結果、その乳がんからの転移だっていうことが分かって、でその脳転移のケースでその20年も悪いものが眠っているっていうケースってないんですよね。うん、なのでお医者さんもびっくりっていう感じで、ただ、まあ、検査的にその乳腺からのっていうのはもう病理検査で出ている。なので、がんなんですね。 で脳に転移するケースっていうのは、最短で2ヶ月、最長でも9ヶ月の余命です。っていうことで、まあ、絶望ですよね。うん。で、まあ、緊急帰国をして、母が手術が終わった、その本当に早朝に日本に着いて、で、母を見て、っていうところで、あのー、その当時は全く栄養の知識もなかったですし、ただ、まあ私、私、父がさらに、あの、結婚式の、 ああの前に、えー、大腸がんになっているという経験もありまして、えー、なのでその、そのの時に読んだお医者様の本に、が、ま、ん、あ、細胞っていうのは、糖を餌にして成長するんだよっていうのがね、頭に残っていたんです、焼き付いていて。まあ、だから自分もお砂糖が大好き、お菓子が大好き、パンが大好きっていうタイプでね、万年ごっちゃりのダイエッターだったんです。 そこから、あなるほど、やっぱり糖を取ると太るし、がん細胞が育つと、やっぱり減らしていかなきゃいけないんだっていうところで、母にね、入院中、やはり糖質は減らした方がいいよねっていう話をしていたら、あの、すごく本当にもうしっかり糖質を減らす生活をしたらね、病院食ってほとんど食べるものないんですよ。糖質抜いちゃうと。そうすると、母が。 どどんんん痩せてったんですよねで脳みそを割ってるので、うん、頭蓋骨をいってるのにどんどん痩せていくっていうことはその体力回復しなきゃいけない時期に、うん、これじゃいかんと思ったじゃあ一体何を食べればいいのどうしたらいいんだって思った時に本当に自分がね大切な人を救えないっていうあの無力感がすごかった でそれがきっかけで、母、あのーま、がねあの、ストイックに糖質を減らしていく中で、自分がニュージーランドに戻ったときに、パ、あのー、ンダ、ハンバーガーだ、フィッシュチップスだっていうのを食べていることに、異常に疑問を感じましてあ、これは私も一緒にやっていかなきゃいけないって思ったんですよね。うんうん、それで本当に、あのー、数ヶ月経ったときに、いや、う食事変えたからかわからないけれども、とにかく体調がいいっていう状態になった もしかしたら本当にこれは食事を変えたから、こんなに私は毎日、本当にスキップするような感じで、走り出しちゃうような感じだったんですよね。うーんなので、あこんなに体調は改善するし、で、なんと母もですね、余命最長9ヶ月って言われてからもう5年経つんですね。そうなんですよ。で、やっぱりだからその、私の初めてのヘルスコーチの。 としてのクライアントさんっていうのは、母なん。ですよね、うんで。母が本当にはな,なっちゃんの言うことだからっていうことで娘だからっていうことで娘のためにっていう思いもあって母が本当に私の言うことを聞いてくれる、うん。そのままやっていく。で私も一緒に勉強しながら栄養学,学学びながらこのケトジェニックっていう食事法を奥深いなと思って勉強していくうちに。 気づいたらあっという間に、それがキャリアになって、で母が寿命があと何年あるかわからないけれども、私はできることを最善を尽くすっていうことしかできないと思っていて、学び続けているし、国の歌にも役に立てればいいと思って伝え続けているし、うん、そういう思いで、あのきっかけといったら、本当に一重に母のおかげですね。 すごい。お母さんの回復だけでもすごいですし、夏子さんの体の変化もすごい。両方の変化がすごいなと思って。はい。すごいはい。ありがとうございます。はい。では、えー、最後の質問になります。はい。では、その発見や出会いの背景には何があったのか、お聞かせいただければと思います。うん そ,うですねまあ、その発見や出会いの背景っていうのは、まあ、やはりその、ね、母が、ね、先ほど言ったように病気が発覚してうん私自分自身がなんて無力なんだろう大切な人を救えるために何をしていいかまずアドバイスすらできないっていう状況にすごくモヤモヤしましてうんそこから発信を始めてで今の,この養成講座を構築して現在です、ね、40名以上の女性たちが一緒に。 うん、あの活動してくださっていて、広めようという思いがある方がたくさんいて、その中でその証明してくださっているというか、本当に皆さん寄り添ってくださっこの栄養学は本当に大切で。私は医者でもないし、看護師でもないし、国家資格を持った医療従事者でもないんですよね。ねでもヘルスコーチというそのアメリカのお医者様からヘルスコーチの資格を取りまして、日本人の えー、溝口徹先生っていう方からオーソモレキュラーの分子栄養学の栄養アドバイザーの資格を取りましてその資格の中でできる最善最大限のことをやっていくことが本当に私の使命でありお医者様がやるのは病気になった方をね現状維持なり、えー、切って取るなりっていうことで応急処置あの急処置 旧を要する方々の対応なんですけれども、私たちがやっていることっていうのは、そうなる前にできることあったよねっていうところの予防のところなんですね。で、実は本当にこの予防をしていれば、病気になる方がそもそも減るわけなの。とっても大切な仕事だと思っている。うん。そういう責任感を持ってですね、やっていきたいと思っていますし、そういう女性たちが 増えていくことで、その方たちと一緒にね。活動していくっていうこと。自体が本当に人生の楽しみになってきている。うん。なので今後も続けていきたいと思っています。はい、はい、もうっあっという間の20分で、私もたくさん他にも聞きたいことがあったんですけれども、すごい20分でしたけれども、なんか濃い本当にたくさんの人に聞かせていきたいなっていうお話ではいすごく感動しました。 はい。あの、本日は本当、夏子さん、貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございます。はい。では、以上で終了になります。